夢タウンへ、ね、来ました。今日はなんかね、いろいろとイベントをされているようですが、市民センターも1周年ということで、丹波サイクリング協会も、ね、ブースもあったんですけどね、こちら玄関の方でなんか怪しい、これは自転車を、ね、たくさん揃えてらっしゃいますが、これは何をされてるんでしょうか。高齢者に売りつけようとしてます。なんという悪徳商法。体験会です。体験会ですか。スポーツサイクル体験会、ということはここへ今来るともうこのスポーツサイクリングですか。ちょっとママチャリとちゃいますね。ちゃいますね、見た感じで出ちゃいますね。これやっぱり走るために特化した自転車といったらいいんですかね。そうですね、どこ、まあ、さらに特化したのはあそこにあるんですけど、あ、これはなんか私物のような気持ちなんですけど、それとママチャリのちょっと中間ぐらい、うん、あ、そうなの。早くも走れるし、うん、街乗りにも使える。あ、街乗りも行けるということですね。はい、でもなんかちょっと雨の日には困りそうなタイヤの形状でございますけども。いや、そんなことないですね。え、なんかママチャリはちょっとフェンダーがついてますけど。ああ、うん、そのままあの水しぶきを顔面に浴びるって、はい、浴びますタイプですよね。はい、浴びたくなきゃ乗らないという。なるほど、晴れた日しか乗らないです。そういう晴れた日しか乗らないという、はい、なるほどね。それは解決策としては非常に分かりやすいですね。はい、でここのお三人さんはあのなんかこのサイクリング協会の、ね、はいはい、お方なんでしょうか。これサイクリング協会はこれ、いつできたんですか。2年前。2018年。できたてほやほや、はい、あ、これはあのサイクリング協会を立ち上げて何、か目論みがあるんでしょうか。あります。はい、はい、誰に聞きましょう。うん、まあ、丹波でこうスポーツサイクルに取り組む人を増やしたいな。あの丹波市は多い方なんですか、少ない方なんですか。少ない方だと思います。少ない方ですか。はい、あとサイクリングを目的に都会から丹波に来る人を増やしたいな。あ、なるほど。まあ、来る人も増やしたいし、はい、市内でやる人もね、一緒に自転車に乗って走り回りたいという、こういう趣旨でございますね。はい、ぜひとも自転車が増えればね、やっぱりあの健康にもいいしね。いいです、ね、車ばかり乗ってらんとね、はいはい、ガソリンも減るしね、うん、このエコタウン丹波ということをね、ぜひともアピールしたいのでね、はい、ぜひとも皆さん今日は、ね、自転車に乗りに来てください。はい、ね、ちょっとタウン高いな思ってても、ここで一遍乗ってみて、はい、よかったら良いとこ進めてくれてね。進めます。はい、ということで、はい、ネットで買っちゃダメです。あ、地元のお店で買うと。あ、地元売ってないんで。なんちゅうことを言うんですか。それは地元の自転車に言ってください。あ、ぜひともまた、ね、販売にも手を、ね、そうですね、広げて乗る人が増えれば、はい、あとサイクリング協会のイベントでは7台レンタルできますから。あ、自転車ない人も参加いただきます。ほんで、地下にイベントってあるんですか。春頃予定。はい、お花見サイクリング。はい。ここがあの堤防沿いを走ろう。なるほど、なるほど。ヘルメットもグローブも、はい、あ、ヘルメットもグローブもセットで。はい、レンタルです。あらま。これぜひとも早く企画ね、日にち決めてもうて。そうですね。はい。で、最近ちょっとコロナでね、いろいろイベントも減ってますので、これまあ屋外イベントなんでね、ぜひとも安心してね、参加できると思いますので。はい。はい、ありがとうございます。はい、ちょっとね、あの今日早速体験してみます。はい、これ何、いきなり乗ったら大丈夫、今さっきと話が違う。減速はなしでもそのまま行ってもいけないけど、はい、あ、このままもう、で足を、そう、ペダルを蹴り上げて、はい、はい、ブレーキかけていきます。で、踏んだら進むじゃないですか。はい、まあ、進んでる風の間に踏むと、あー、なるほど。じゃあ行ってきます。行ってらっしゃい。どうですか、どうですか。なるほど。じゃあまあ一回行ってみて。軽い、これ欲しくなったんですけど。いや、いいですね。いいでしょう、楽しいでしょう。はい、楽しいですね。これぜひともまた、ね、一緒に皆さんとツーリングにね、行きたいと思いますので、皆さんも参加してください。はい。